関東以西では年越し準備などもはかどりそうな穏やかな天気と言えそうですね。そうですね、はい、この方面では穏やかな晴れの天気が続く見込みです、はい、現在の状況を見てみましょう。10分天気です。東日本から西日本、特に関東から東海東部、そして四国、九州、そして中国西部、こういったところはですね、朝から快晴のお天気という状況になっています。現在北陸ですとか近畿北部の一部、こういったところでは、まあ、寒気の流れ込みの雲によって、一部で雨の観測報告があります、はい。北陸方面はですね、午前中を中心にしっかりめの雨降るところありますけれども、まあ、午後は雨もだいぶ、ね、隙間が多くなってくる、一部で日差しが出てくる見込みです。近畿北部や中部、東海西部の一部、中国地方の東部、こういったところもですね、お昼頃まで時折雲の広がるタイミングはありますが、まあ、それでもまずまず穏やかな体感のお天気といったところが多い見込みです、はい。気圧配置見てみますとですね、まあ、今日はもう弱い冬型の状態から、まあ、次第に西から高気圧が張り出してきます。今夜には高気圧が西日本から東日本を覆う見込みです。まあ、このため風もですね、日中あまり強く吹かない予想となっております。お昼頃の予想ですけれども、関ヶ原周辺ですとか沿岸部の一部、こういったところで平均で5メートルから10メートルくらいの風はあるかと思いますが、その他のところはおおむね平均でも5メートル前後ということで、この時期としてはまずまず穏やかな日和体感ということになりそうです、はい。今日の、ね、この方面の各地の予想最高気温見てみますと、まあ、太平洋側内陸を中心に、ピンク色15度以上まで上がるところも多い見込みで、場所によっては11月の下旬並みですとか12月の上旬並み、季節が1月ほどあるいは1月半ほど遡ったような体感というところが多くなりそうです。はい、関東以西では穏やかな天気、ただ日中と朝晩との気温差は、ね、ありますので、ね、はい、体調崩さないようにお気をつけいただければと思います。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。